ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけて、目指せ最強、勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。ビッグバンブレーダーズ A ブロック決勝戦、ユーロ VS 日本は1勝1敗、決着は第3戦へと持ち越された。チームエクスカリバーからはもちろんこの人、ジュリアス・シーザー選手の登場だ。対するガンダム・ギャラクシーからは、どうしよう、ガンダムね。ペペ、銀河。エースの銀河選手はどうしたんだ。まさか金銀の身に何かあったんじゃ。ユガと戦ってただで済むはずがない。俺ならここにいるぜ。銀河、銀河。待たせたな。よかった、無事だったのね。おっと、ここでついに銀河選手の登場だ。ジュリアス・シーザー選手 VS 鋼銀河選手。第3試合は A ブロック決勝戦のラストを飾るにふさわしい余裕の激突に決定だ。落ちるんだよお前。あとは頼んだよ、キンキン。おや、これはどうしたことだ。遅れてようやく登場した銀河選手、まるですでにどこかでバトルしてきたかのように疲れ切った様子だ。まさにその通りなのよね。しかも相手はあの竜が。こりゃ戦う前からすげえアンデがついちまったな。いや、だが銀河の闘志は消えてはいない。むしろ燃えているくらいだわ。どうやら少しは楽しませてくれそうだ。ようやくここまで来たんだ。俺たちは絶対に勝つ。鋼銀河、お前もか。そう言って多くの者たちが散っていった。そんなことやってみなければわかるもんか。ならば来るがいい。ゲオルグ、休んでいなくて大丈夫なのか。ああ、エクスカリバー勝利の瞬間にこの場にいなくてどうする。そうね、シーザーの勝利は揺るがない。その瞬間を共に見届けよう。さあ、決戦の舞台は整った。遥か古代ローマの時代から数知れぬ戦士たちが死闘を繰り広げてきた偉大なるコロッセオ。それは
多くの伝説を生み出してきた戦いの聖地。2000年の時を経て剣をベイに持ち替えた現代のグラディエーターたちは果たしてどんな戦いを見せてくれるというのか。そして今我々は新たな伝説の目撃者となる。勝つか負けるか、いよいよチームの命運をかけた第3試合の開始だ。勝つか負けるかではない。勝利はこのシーザーにとって呼吸するも同じ。勝利か、より完全な勝利かだ。グラビティペルセウスは右回転も左回転もできるベイ。一体どっちで来るつもりだ。頼んだぞシーザー、エクスカリバーに勝利を。それでは行こう。3、2、1、ゴーシュー。左か、左だ。そう来ると思ってたぜ。よっしゃ、左だ。ベルセルス、そこだ。シーザー選手の選択は左回転。しかし銀河選手はこれを読んでいた。間髪入れぬ攻撃でペルセウスを追い込んでいく。さすがだわ銀河。そうか、龍河だ。銀河はついさっきまで龍河と戦っていた。銀河はシーザーが左回転で来ることを読んでいただけじゃない。銀河の体には左回転のベイとの戦い方が染みついている。エルドラゴとのバトルで呼び覚まされた本能が自然とペルセウスの動きに対応してるんだ。俺はギリシャで負けた時の俺じゃねえ。エルドラゴに比べりゃペルセウスの動きを見切るぐらいどうってことないぜ。エルドラゴだと。面白い、なかなかいいおもちゃを持っている。おもちゃだと。だが覚えておけ、この世に存在していい左回転のベイはただ一つ、このメテオエルドラゴだけだ。引き捨てならんな。究極の左回転だと。ならばこのグラビティペルセウスは左回転にして最強、右回転にして最強、この世にたった一つの究極の両回転ベイだ。マイナス。鋼銀河、唯一エルドラゴに勝ったお前を倒し、今それを証明してみせよう。グラビティペルセウスこそが唯一無二、史上最強のベイであることを。シーザー選手反撃に出た。あっという間に形勢逆転、逆にペガシスを追い込んでいく。恐るべしペルセウス、なんという圧倒的なパワー。こらえろペガシス。無駄だ。いた。どういうこと。ゲンゲンがあんなに攻めたのにペルセウスは全然ダメージを受けてないってこと。あのトラックのせいよ。アーマーディフェンストラック145、あらゆる攻撃に絶大な防御力を誇る、まさに鎧そのものよ。ペルセウスは最強の鎧をまとった勇者。アーマーディフェンストラック145は最強の鎧。グラビティウィールは最強の兜。そしてカウンターモード、開けメデューサの目を。やばい。あれはデザートサンダーのガスル戦で見せた攻撃だ。石と化せペガシス。どうしたペガシス。メデューサの目を見た者は全て石となる。神話の時代より伝わる呪いから逃れる術はない。デューサの呪い。バカな、何か理由があるはずだ。く
空気抵抗、乱気流、どれも違うわ。まさか本当に呪いだっていうの？ペガススの回転力がどんどん低下していく。このままではスリープアウトしてしまうぞ。動け、動くんだ。どうした、動け、ペガスス。あれは、これってまさか。何これ、ペルセウスから強力な力場が発生してる。これって重力？重力って、ペルセウスが重力をコントロールしてペガシスを押しつぶそうとしているのよ。まさかそんなバカなことが。信じられないけど間違いないわ。ペガシスは強力な重力によって動きを封じられている。グラビティとは重力のこと。この地上に存在するものは全て重力に支配されている。何者もその呪縛から逃れることはできない。これこそがグラビティ・ペルセウスの力。グラビティ・ペルセウスは重力を操るベイなのだ。重力を操るベイ。くそ、頑張れペガセウス。ペガセウス。恐るべし、グラビティ・ペルセウス。恐るべし、メデューサの目。もはやペガシスの運命は偶然の灯火だ。あ、頑張れ、ギンギン。なんとかしろ、ギンガ。ギンガ。ギンガ。どうすればいいんだ。どうすれば。もはやエクスカリバーの勝利は決定的だ。さすがは我らのシーザー選手。勝つのは当然。全ては世界を制するための通過点にする。当然だと？冗談じゃねえ。俺たちのペイは、命がけのバトルは通過点なんかじゃない。頑張れペガス、負けんな。ギャラクシーペガシスか。貴様はまだその力を使いこなせていないようだな。ナイトラバーフラットボトム。まさか竜がこのことを言いたかったのか。よし、まだいけるぜ。回れペガシス。なんだと。ペガシスの回転が上がった。どういうこと。ライトラバーフラットボトム。ギャラクシーペガシスだけが持つ特殊なボトム。回転方向とは逆に突き出た渦のようなスパイクが通常では考えられないスピードを生む。その速さこそがギャラクシーペガシスが伝説のベイと呼ばれるゆえんなのよ。